林智勝は台湾の台東県出身のプロ野球選手、宇藤右内。現在は中心兄弟に所属している。本名は林聡生と長明け。全加工中から合作金庫銀行を経て2004年に台湾中華職業棒玉大連盟のラニューベアーズに入団。2006年開幕前の3月に開催された2006ワールドベースボールクラシックの チャイニーズ・タイペイ代表に選出された。11月から12月にかけて開催された、ドーハ・アジア競技大会の野球チャイニーズ・タイペイ代表に選出された。同大会では、決勝の日本代表選球会裏に、高崎健太郎から、さよならルイ打を記録し、チャイニーズ・タイペイ代表史上初のアジア、競技大会優勝に貢献した。2008年4月4日、 兄弟、エレファンツ戦の9回裏、一塁審判の判定を不服とし、ベンチから飛び出し塁審にタックルし、退場処分を受けた。後日、中華職業棒玉大連盟より、15試合出場停止処分と、罰金18万台湾元を言い渡された。8月には、北京オリンピックの野球チャイニーズ台北代表に、選出された。 2010年11月に開催された公衆アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では準優勝を果たした。2011年8月21日の統一ライオンズ戦で CPBL 記録となる9打数連続安打を放った。 2012年6月25日の兄弟エレファンツ戦で入団から9年連続となる2桁ホームランを放った。9月21日に第3回 WBC 予選のチャイニーズ台北イイ代表に選出された。オフの11月には第3回 WBC 予選前にキューバ代表との国際親善試合であるサンダーシリーズのチャイニーズ台北イイ代表に選出された。 2013年1月14日に第3回 WBC 本戦のチャイニーズ台北代表に選出された。3月6日の第1ラウンド B 組、韓国との試合後の式典中にマウンドに小さな台湾国旗を立て数十秒で抜いた。シーズンでは7月17日の大義大ライノズ戦後に車を運転中にタクシーと衝突。 左膝人体断裂でシーズン中の復帰は絶望となった。2014年シーズンオフに自身の申しでもあり、交流の一環として千葉ロッテマリーンズの周期キャンプに参加した。2015年6月20日から最終戦まで60試合連続で出塁する。9月30日に第1回 WBSC プレミア12のチャイニーズタイペイ代表に選出された。 同年、CEPBL 初のトリプルスリーを達成した。11月に開催された、プレミア12では、チャイニーズタイペイ代表チームの首相として出場し、大会出場選手中最多の4本塁打を記録したが、チャイニーズタイペイ代表は、グループリーグで敗退した。大会期間中は、日本代表にタピオカミルクティー50杯を差し入れる、なども言った。 このオフには日本の球団に入団するため売り込んでいたが契約に至らなかったことが報じられた。2016年1月に FA で中心兄弟に移籍。開幕前の1月29日に侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北イイのチャイニーズ台北イイ代表27名に選出された。 シーズンでは4月4日に前年からの連続出塁記録を70まで伸ばし、シーズンまたぎながら一郎の持っていた69試合連続出塁のアジア記録を更新する。5月には、テッド・イリアムスの MLB 最長記録である84試合連続出塁を更新した。この連続記録は6月16日の議題、ライノズ戦で途切れるまで、実に109試合に及んだ。 2017年1月23日に第4回 WBC のチャイニーズタイペイ代表に選出され、2大会連続3度目の選出を果たした。7月13日の富国ガーディアンズ戦で1塁から2塁へ向かった際に、招致権の折れたバットが直撃する場面があった。オフに、球団内部のトラブルやスキャンダルに巻き込まれ、福岡市博多区に、兄弟、 エレファンツに在籍した経験を持つ、元プロ野球選手、小林良官が開業した、スポーツジムコビーズでの自主トレーニング期間中に、野球に対して申し訳ないような真似は、絶対にしていないなど原稿用紙3枚にも及ぶ、声明を出した。11月14日に、オーストラリアンベースボールリーグに参加し、ブリスベン・バンディッツに所属することになった。 2018年には2月のアメリカへの海外、トレーニングメンバーから除外された。しかも球団直営店には、林選手の商品が並んでいなかったという。今シーズンは2軍でプレーすることになるだろうと、台湾当地のマスコミに報道された。結局、出場試合数は昨年と変わらず58試合に止まった。8月7日には、通算1500安打を達成した。 2019年は108試合に出場し打率、291、26本塁打、78打点と復活を果たした。シーズンオフには、背番号を32から3へと変更した。2020年は4月15日に、c p b l 史上5人目となる、通算302塁打を放った。しかし4月26日の富国ガーディアンズ戦で、 ホームに突入しクロスプレーになった際、左手の人差し指と中指を骨折した。6月30日の統一ライオンズ二軍戦で実戦復帰し、7月7日に一軍昇格を果たした。同日の楽天モンキーズ戦に4番、指名打者で出場し、第1打席目でヒットを放った。しかしその後は不審に陥り9月4日に登録抹消となった。 この登録抹消期間に PRPFD 注射を行い、同月27日に再び一軍昇格を果たした。10月2日の富国ガーディアンズ戦で9回表に代打で出場し、林芸合からホームランを放ち超新山、宝星便に続く c p b l 史上3人目となる通算選得点をマークした。しかし翌日の試合で一塁へ駆け抜けた際、 左足を負傷し登録抹消となった。その後は昇格することはなく、自身最小となる40試合の出場に止まった。オフには、背番号を3から25に変更した。2021年は、昨年によった左足の怪我が感知せず、開幕を2軍で迎えた。その後は2軍で好成績を残し、7月に1、軍昇格を果たした。降格に打ち分けることができ、 ライトスタンドに放り込む技術とパワーを兼ね備えた強打者である。一方、守備が課題とされている。前世紀は遊撃手や二塁手を守っていたが、補給、スローイングともに不安定であり、日本の球団と契約に至らなかった理由として、守備力が問題視された。現在は一塁手をメインで守っている。決起盛んな選手で、上記以外にも審判を突き飛ばし、 無期限の出場停止処分を受けた経験もある。ありがとうございます。